深く。よし、オンリーしようよ、まっくん。ね。よし、まっちゃん。オンリーしてお薬飲もうね、まっちゃん。今日はさ、まっちゃん、8月2日だ。8月2日だから、まおくんはね、11月2日誕生日だから、13歳9ヶ月おめでとう、まおくん。暗闇の中だけどね、まっちゃん。13歳9ヶ月です、マラソン。電気つけるよ。あれ、つかんない。ついたー。ついたよ、まっちゃん。13歳9ヶ月でね、まっちゃんね、おめでとうね。頭カクカクしちゃうんだよね。大丈夫か。ちょ、まっちゃん。頭カクカクかわいそうにな。くん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 。あ、じゃあね、頭カクカクして発作になっちゃうの嫌だよね。まえさん、お目目も白くなっちゃったね。大丈夫だよ、まえさん。ね、一緒に頑張ろうね。俺たち一緒に頑張ろうぜ、マロさん。ね。あーちゃん、いい子だから大丈夫だよ。マくーん。ね。頑張ろうね。今日は、ニコ玉でおばあちゃんち行って、その後ね、横浜帰ってきてさ、ハンマーヘッド行ったよね、マちゃんね。ハンマーヘッド行ってさ、その後山下公園でさ、ね、まーちゃんもプッチーヌ食べたもんね。楽しかったね、まーちゃんね。山下公園ね。またもっといっぱいいろんなとこ行こうよ。来週ばあば来るよ。ね、まーちゃん。来週ばあば来るって。だからまーちゃんも元気でさ、お出迎えしてあげないとさ。ね。ばあばもヨボヨボだけど、まるちゃんもヨボヨボになっちゃダメだよ、まーくん。君はまだ若いよ。70歳。まーちゃん今人間だと71?72とかだからね、まーちゃんね。全然まだまだまーちゃん。72はまだまだだよ、まーちゃん。若いんだよ、まーちゃん。ね。よし、じゃあまーちゃん、オンリーしてお薬飲もうね。とりあえず、まろちゃん、13歳9ヶ月おめでとうございました。ね。今日もみんなに可愛いって言われてよかったよね、まーちゃんね。うん。まーちゃん、お薬増やしちゃうのかな明日、地元の病院行って、転換の薬をね、もらおうね。多分、量が増えるかもしれないですね。ね、一週間前の日曜日にでっかい発作があって、そこからジアゼパムっていうやつを、まあ、3日間分処方されて強く抑え込んでるんですよ。その鎮静系を強めて強く抑え込んでリセットしましょうって話だったんですけど、まあそれが切れた木曜日くらいからまたちょっと微妙にね、少しカクカク、カクカクカクって動くのが始まって、で金曜日はそのカクカクからの中発作、まあ動画でアップロードしましたけど、50回目の中発作が起きまして、で、まあ、土曜日はビタミン C 点滴やって、日曜日はおばあちゃんのとこに行って、まあ今日ですね、日曜日。って感じでね、なんかまあ予断を許さない感じですね、まるちゃんね。なんとか、やっとこさ13歳9ヶ月。あと3ヶ月生きると14歳だね、まるちゃんね。ひとまずまるちゃん14歳の大台はクリアしよう、絶対だよ。絶対絶対。でもね、まるちゃん、14歳になったから、もういなくなっていいってことじゃないからね、まるちゃん。14歳は、まだ、スタートラインだからね、まーちゃん。始まったばっかり。ゴールじゃないからね、まーちゃんね。そこ間違えないようにね、まーちゃん。ね。よし、まーちゃん。明日も元気でいようよ。ね。ね。来週はさ、お兄がさ、夏休みに入るからさ、一緒にばあばとさ、車椅子乗ってさ、ね。思い出作ろう、まーちゃんね。ばあば会いたいって言ってたよ、まろちゃんにね。で、元気だよ、おまちゃんね。元気出してね。